今日の東京外国為替市場の円相場は32年ぶりの水準まで円安が進んだ海外市場の流れを汲んで1ドル147円台前半で推移しています。日本時間の昨日夜発表されたアメリカの先月の消費者物価指数が高かったことから FRB 連邦準備制度理事会がインフレを抑制するため大幅な利上げを続けるという見方が高まりました。このため円を売って利回りの見込めるドルを買う動きが強まり円相場は一時147円66銭と1990年以来32年ぶりの水準まで円安が進みました。今日の東京市場でも147円台前半で推移しています。投機による過度な変動これはですね、容認できません。適切な対応を取りたいと。鈴木財務大臣は先月22日に続いて追加の円買い介入も辞さない姿勢を強調しています。